はい、というわけで聴いていただいてますね、トランパーズさんのブルーという曲でした。そしてですね、次の、ゲストの方に今ちょっと電話がつながっちゃってるみたいです。一度話してみましょうか。もしもし、あ、どうもお久しぶりです。番長者側の伊勢です。あ、マカガリのヨッティです。あ、お久しぶりです。ちょっとトランパーズさんがちょっとこう、まあ、周りのこうバンド仲間とちょっとうまくアポイントが取れなくて、でこの前回のハクさんに、紹介していただいたということで、まさかりのヨッシーさん、お元気ですか？元気ですね。ありがとうございます。じゃあちょっとこのコーナーでいつも言ってもらってることがあるんで、ちょっと空気を読んで答えてもらっていいですか？あ、頑張ります。あ、お願いします。じゃあいきます。じゃあまさかりのヨッシーさん、来週も来てくれるかな？いいと思う。ありがとうございました。じゃあ来週よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いいとも続いちゃったね。横ばいね。これいいとも行ったんだね。いいけど、いいけどね。まあどっちでもいいねんけどな、もうどっちでもいいけどみたいな。もうこっちもどっちでもいいけどみたいな。というわけで、あとトランパーズさんのホームページがですねありましてですね、こちら、皆さんメモのご用意をお願いしますよ。 http://pks.jp/the-trampers/ というわけでですね、これなんかヤフー検索とかなんかで、そうです、出てきます。出てきたら僕らも出てきますけど、はい、なんか海外の、はい、なんか南アフリカのわけのわかんない通販サイトとかつながっちゃう。南アフリカの通販な、何が売ってるの？なんか、なんですか、盾とか、盾とか売ってる。ちょっとそっちの方気になるな。で、そしてですね、ライブがもう一度、じゃあライブが10月8日、はい、10月の8日木曜日にモールで、モールで、はい、時間は未定、未定ですね、はい、チケットは、チケット値段ですか、はい、値段、1000円ですね。1000円ですね、はい、で、まあ、これも時間載せ次第こうホームページに載せていく、ホームページに、はい、アップしますので。なるほど、はい、そして音源はこうなんかどうやったら、はい、音源は今のところライブに来ていただいた時にライブ会場で売ってるのと、あと TSUTAYA のシノロ店のみ、おそちらでも置かせていただいて、限定発売、限定発売で、で1枚、はい、5曲入り、はい、1曲だけインストで、はい、でそれで500円ですね。おお、はい、お安いですね。じゃあ1曲も100円みたいなもん、1曲100円みたいなもんですね、はい、1曲もう1曲聴くんやったら、あれちゃうわ、ジュース買うんやったら1曲聴けよっていう、そうですね、はい、500円ぴったしで、500円で聴けてしまう、はい、聴けちゃいますね。25円はいらないです。25円いらない。もうそこはもういらねえよと。そうですね、はい、それでコーヒーでも買えよ。はい。というわけで今日来ていただいたのはですね、ハクさんの紹介で、トランパーズの札幌のオリジナルバンド来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にですね、トランパーズさんのもう一曲オリジナルありますんで聞いてください。カナリア。